帰ったら覚悟しとけ。旅のレポートってそんなに大変なの？ああ、ノート一冊分ぐらいは書く羽目になるぞ。何それ。カイ、おはよう。あ、イット君おはよう。おはよう。うっす、エンジョージ。エイス、ウオゼ。東日本なんだ。ああ、北海道行くよ。僕らと同じだな。でも北海道に何しに行くんだ？8 1、2。ねえ、ホズミ。5、6、7。なんだ？なんか、みんな泳いでないよね。話によると、海が冷たいらしいぞ。そうなの？俺も聞いただけだから、どれだけ冷たいかは知らん。じゃあ、泳げばわかるよね。そうだな。では泳ぐぞ！わーい！まだ早いから、ちょっと遠くに行けるよ。冗談じゃねえ。今日は観光しないって言っただろうが。だってミケ君文句ばっかりなんだもん。うせえクソ犬。今日はとにかく食いまくる日なんだよ。そうだったよね。何食べるのか決めた？そこが悩みどころなんだよ。北海道って言えばうまいものだらけだしな。そうだよね。美味しい食べ物いっぱいだよね。やっぱジンギスカンは外せないよな。たまにはいいと思わないかい？いいっちゃいいけどよ。でもミスキー、俺様なんかよりも一条谷あたりと一緒に旅した方が良かったんじゃね？まあ、彼と一緒に行動するのはなかなか楽しいけどね。ただ今回ばかりは、よう、君をどうしても修学旅行に引っ張ってきたかったんだと何度も説明しただろ。その親切はありがたいんだけどよ。ほっとくのも優しさっつうもんだぜ。ゲトラ先生に頼んでおこうか。先生の指導ならダイエットジム並みの効果がありそうだ。ちょっと、それ嫌がらせで言ってるでしょう。まあ、あの先生の体育は最悪だな。文化部系の生徒にとっちゃ、長野先生の授業は地獄だよね。まさに恐怖だな。お前たちそんなに嫌いなのか？運動してるカオル君だからそんなこと言えるんだよ。この程度で音を上げていては、スイーツ好きとは言えん。それを言えるのはカオル君だけだって。私たちも存分に大自然を味わってきたよ。リョウはどうだったかな？まあ悪くなかったな。こうやってトックの外に出ていくのも面白いわ。そうだね。ではそれぞれどこで何をしたか報告してもらおうかな。まずは炎上寺君たちから聞こうか。不安だね。俺をなめんなよ。必ず成功させてやるぜ。それに今回はあいつもいるしな。あいつ？それはレイのことかな。ん？私を呼んだか？レイ、やっと来たね。牛尾君も今回よろしく。ああ、遅れて申し訳ない。よろしく頼み申す。どうせいつものようにナンパの話でもしていたのだろう。そうだ、レイがいりゃ100人力。3日目以降は生徒らだけで行動しますからね。初日からいちいち気にしていたら気がめいりますな。お前らのような図太さが欲しいよ。では今回でさらに交友を深めようじゃありませんか。ですね。長野先生とは私もより仲良くなりたいですから。臼杵先生、それはあんたに問題があるからだろうが。はいはい、その話は明日以降にしましょう。おいおい、お前らじじくさいな。何神社眺めてニヤニヤしてんだよ。二人とも、はい、これ。花熊くん、ありがとう。ここへ来たからには必ず食べたいと思っていたよ。うん、これが梅ヶ枝餅か。熱々でうめえぞ。清須はもう食ったのか？およ、血と舌をやけどしちまったけどな。慌てて食べるからだよ。やはりお前は子供だ。おい、ひなた。何？妹にメールするなって言われて、俺どうすればいいんだよ。あ、いや、あ、その、かける、ひなたを困らせるなよ。さっき夕方以降なら送っていいって言ったろ。え、そうなの？よかったね、かけるくん。よかった、嫌われたのかと思ったよ。よし。
賑やかで楽しいよね。町の雰囲気がまるで違うから、あまり遠出をしない身としては日本にいると思えなくなってしまいます。そうだよね。今回の修学旅行、僕の誘いに乗っていただいてありがとうございます。しかし良かったんですか？先輩には他にも一緒に行きたいという方がいっぱいいるでしょう。そんなことないよ。むしろ誘ってくれて嬉しかったよ。だって隠し事しなくて済むからね。あいったた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 。かける、あんだけ日焼け止め塗ったのに効かなかったの？日向にもう一度塗ってもらって、シローのアドバイス通りちゃんと白いロンティー着てったのに全然だよ。あいってって、おいタッチ。あーやめろよ。シロー君かわいそうだよ。俺と日向は帰るまでに痛み引いたのに、かけるだけまだ真っ赤なんだもんな。俺の肌はデリケートなの。ねえねえホズミ。どうした？イット、また大きいお風呂行ってきていい？ダメだ、今日はもうお風呂は終わり。海であんまり泳げなかった分、お風呂で泳ぐつもりだろう。いいかイット、お風呂は泳いじゃいけないんだ。ダメなの？そんな顔するな。明日になればもっとあった。よっだい。あーミケ君、ここのベッドふっかふかだよ。おいカイ、そのでかいなりで布団の上で暴れるな。あー枕も柔らかい。落ち着け、朝からずっとその調子でこっちは疲れてんだ。落ち着いちゃったらもったいないじゃない。せっかくの修学旅行なんだし、隅から隅まで楽しまないと。二人で旅してるわけだし仕方がねえけどよ、寝る部屋もずっとってのがちとな。おや、まだそんなこと言ってるのかい？だってよ、お目付け役なんて聞いちまったら肩ごろに決まってるだろう。まあそう言わずに、せっかく私がセレクトした三つ星ホテルなのだから、存分にリラックスして非日常を楽しまないと。あーいいお湯だった。まさか露天風呂がある宿とはな。これで桜も咲いていれば絶景だっただろうな。まったくだ、次は桜の季節に来たいものだな。だね。ああと次は混浴の場所でお願いします。あはは、みのりくんはまたそこか。まあいいけどね。いやはや、今日も飲みましたな。真っ昼間から本当にな。蝶野先生、串カツの立ち飲み、噂にたがわずの味とにぎわいで、事前にリクエストした甲斐がありました。ああいいだろう、あの店、串揚げビールおかわり自由のキャベツ、このローテがたまらないんだよ。あのさらっとしたソースが実に合う。なきとは清須、いい加減にしたまえ。今日のナンパは別府の時以上に相手にされなかった感があるからね。おいこら、相手にされなかった感ってなんだ。10人に声をかけたところ、7人が完全無視で、残る3人にも笑われるだけだったし。やめろ、もうこれ以上言わないでくれ。心が折れる。部屋の隅に逃げて体育座りで縮こまるとは。へえ、民宿の中ってこんなだったんだね。カウンターに荷物を預けて飛び出しちゃったからな。なんとなく親戚のうちに遊びに来た気分っていうか。そうだよね、宿泊施設って雰囲気全然ないし、すっごく落ち着くな。日向もか。うん、アットホームな感じだもんね。あ、でも冷蔵庫は大きい。そう来るの？やった！レア連続ゲット！丸目先輩、またレアアイテムゲットですか？薩摩くん！そうなんだよ、今日はなんだかザクザク出る日なんだよね。それは豊作のようで何よりです。ああすいません、シャワー先に使ってしまいました。